覚悟せい。麦わらのルフィによってエースは救出された。二人と配下の海賊団を逃がすため、白ひげは新狩りで力を振るい続ける。失態に浮き足立つ海軍だが、赤犬はあくまでも冷徹であった。慌てるな、ここから出しゃせんわい。エースを解放して即退散とは、とんだ腰抜けの集まりじゃのう、白ひげ海賊団。船長が船長、それも仕方ねえか。白ひげは所詮千の時代の敗北者じゃけ。エース。敗北者、取り消せよ今の言葉。エース、お前の本当の父親ロジャーに阻まれ、王になれずじまいの永遠の敗北者が白ひげじゃ。どこに間違いがある。親父とゴロツキどもに伝われて、家族まがいの茶番劇で海にのさばり、やめろ。何十年もの間海に君臨するも、王になれず何も得ず、しまいにゃ口車に乗った息子という名のバカに刺され、それらを守るために死ぬ。実に空虚な人生じゃありゃせんか。やめろ。親父は俺たちに行き場所をくれたんだ。お前に親父の偉大さの何がわかる。人間は正しくなけりゃ生きる価値なし。お前ら海賊に行き場所はいらん。白ひげは敗北者として死ぬ。ゴミ山の大将にあつらえ向きじゃろうが。俺を救ってくれた人をバカにするんじゃねえ。白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名は白ひげだ。まだじゃ。大胆か。ズーラまだ。ズーラ絶対に行こうぞ。ズーラ。まだまだ。ズーラ。よそぎやじゃ言うて油断しちょりゃせ。お前はただの火。わしは火を焼き尽くすマグマじゃ。わしと貴様の能力は完全に上下関係にある。やるな。せい。エースが焼かれた。エース。おい、ルフィ君、お前さんもう限界じゃ。エースのミブルカード。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃がそうが、貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。おい待て、ルビー。あっ。